皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。今日もこの出前牧師菅チャンネルに来てくださってありがとうございます。どうぞお入りください。初めての方もまたリピーターの皆さんも最後まで聞いててくださいね。グッドボタンやまたチャンネル登録もこの機会にお願いいたします。本日12月22日金曜日、執着心からの解放という題でお話をさせていただきます。人を苦しめるものの一つが執着心だろうと思います。年を重ね、一つ一つの職責が失われていく、前職になっていく、まあ、かつては部長だったのにね、もうその職は他の人に受け継がれていく、不安になっていくんですよね。役職にしがみついてね、辞めたくない、その役から降りない、そういう人がいます。まあ、その人自らが降りることを決断しない限り、周りの人が先生そろそろとは言いにくいものです。まあ、私は牧師です。まあ、牧師を実例にとるのが一番無難だと思います。生涯牧師という方がおられます。それはそれは尊い使命感だと思います。でもそれは条件付きだと思います。気力と情熱が続くならば牧師を続けていった方がいいと思いますが、それが萎えてしまった場合はもうボケてきたらですね、同じ話を繰り返す、話がくどくなる、まあ、そうなったら聞く人がね、気の毒ですからね。もう自らで進退を決めるか、責任ある役職を降りてサポートする側に回るなどしたら良いと思います。サラリーマンが退職後に何もやることがなくて引きこもってしまうという話を聞くことがあります。サラリーマンが言われた仕事をやる、それ以外のことは指示されない限りやろうとしない、それでは困りますよね。まあそれだからね、退職後に何もやることがなくなって困ってしまうことになるのかもしれません。どうぞ私たちはですね、退職後何をやるかということをね、今から考えたらどうでしょうかね。趣味でもいいです、ボランティアでもいいです。毎日今と同じように忙しく過ごすことをね、準備して、どうぞ執着心を手放してね、あなたの今のその役職がなくなってもちゃんと次の仕事をやってきますからね。まあ私も何度も経験しました。一つの扉が閉じると新しい別の扉が開くものです。閉ざされた時は自分自身が拒否され否定されたように落ち込むことがありましたけど、長い目で見たら、ああよかったんだ、新しい扉が開いてそちらの方がはるかによかったな、執着したってねもぎ取られていきますから。まあ神様に執着して神様にしがみつくのはいいですよ。でも変わるもの、この地上にあるものに執着する、そういうものから解放され自由になりたいものです。イエス様を信じる人は救われる、この救いに関して絶対に失われることがない、天国の市民権、神の子供であるということ、永遠の命、絶対に失われることがない、執着心持たなくたってね大丈夫なんですよ。失ったら次何が与えられるだろうか、それを期待しなくてどうしたらいいんでしょうか。期待しましょう。あっても感謝、なくても感謝、その領域まで私たちが行くことができたら素晴らしいですね。主の愛に包まれて、いつまでも生きてゆく、あ
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。